ここ。いけバンクプライス。はい、どうもこんにちは、塩田光栄です。なんかどうも覚えて帰ってください。さあ、今回はですね、新超必須、キッド&ローの、まあ、最強編成ということで、僕が思うに、このメダルはあれですけれども、防御マックス、これがもういかんせん強い。えぐい。70% プラス300。いや、68% プラス300なんですけれども、まあ、これほんまに強くて、全然効かないです。敵の攻撃とか全く。で、キャラタイプもディフェンダーにしました。で、ゾーン系、グランドラインと、もう、カッチカチ系。まあ、やっぱ、攻撃するだけで防御力も上がっていきますし、で、スキルに与えたら、その、何もでしたっけ忘れましたけども、体力回復もあるっていうところで、結構カチカチ系ゲッター、で、無理やり抜く系ゲッターなんで、超理不尽なんですよね。まあ、今回はその理不尽な、この、キッド&ロー、お見せしようかなというふうに思います。で、裏は、キングにしますね。まあ、これは、ステージによって合わせてますね。サンジ使ったりとか、キング使ったりとかっていうふうにしてます。今回3戦もご用意したのでね、ぜひ最後までご覧いただきたいなというふうに思います。それでは、どうぞ。さあ、ということで、第1戦目、夜のワード国ステージやっていきましょうか。まあ、シャンクス増えましたが、意外とシャンクスもやれちゃうっていうところを、いい。アイスカシグ。ダムドパンク。あ、変わるつもりなかった。あ、さすがに。ショックビル。あ、パンクチャーアーダーコードか。よろけ向こうも強いな。で、ダメージ入ってないでしょ。そうなんですよ。入らないんですよ。ワン、ツー、ドゥ。これが、防御マックスの、ほら、力。全然入らへんから。シャンクスとかマジで。余裕なんですよ。裏行ったな。いや、俺も裏行こう。裏取りの、大使とかは、もったいないんで、彼を使う上で、ガンガン行きます。はい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 。ビビってんのか？無敵合わせとか。どいつもこいつも。ギャンマネイ。そう、スキルなくなったらこうやって変われるのがいいよな。ロケ向こうやし。で、これ畳やから防御上がるでしょ。で、からの、パンクバイス。無敵合わせ同士か。逃がさない。お、上にも行く。上に向いてるこれ。あ、すごくないこれ。あすごい。追尾してる。しかもこっちにはヨロケ向こうがあるんで、ワンツーワンツー、はい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 。まあ今のはねダブル調整ってあれですけども、いいもん、すぐそっち行くもんね。いや、あれ飛ばすか、さすがに。ダムドパンク切り替わっといて、ガンマネイフ裏、強くないマジで。ジャビル、ワン、ツー、ジャスさん行って、ワン、ツー、よいよいよい。さすがにブーストはきついか。でもここまでやれちゃう。ね。めちゃめちゃ強いでしょ。半端ないの。最後か。あとは白馬2で。あれめんどくさそうやな。大丈夫かな。うわ、マジか。オッケー、あそこ止められる。引っかかってくれた。ナイスすぎ。でかすぎ、でかすぎ。オッケーオッケーオッケー。あとは血回収してって感じかな。あ、行ってくれるか、キッドが。どういう時間ね。さすがに。ロンメルのクラマイたち。いや、強すぎ、マジ、この二人。最強です。8115。これ日常ですからね。さあ、ということで第2戦目だけは、アトリ回数やっていくんですけれども、いや、この、使い分けが本当に大事で、まだまだ僕も慣れてないところはあるんですけれども、あのね、基本的に戦うのはキッドの方が強いんですよ、全然。通常攻撃も優秀だし、で、これ貫通してるんで、実は。それもまた強くて、で、まあ、状態異常かかっちゃったら、じゃあ、ささっと変わってとか、スキル回したい時に、じゃあ、ローに変わって、みたいな、そんな感じですね。ローだと剥がせないんですよね、この二人を。吹き飛ばしじゃないんで、どっちも。倒すしかないんで、やっぱりね、そこら辺はね、キッドの方が優秀なんですよ。どっちも吹き飛ばしなんでね。パンク、バイスだの、パンク、ちょっと忘れちゃいましたけど、スキル覚えられないんですよね。なんかね、頭に入ってこない、この人たちのスキルが、全然。
なんか難しいよね、カタカナすぎてね。ちょっと配信者泣かせなところありますが、ここら辺は別にいいです。もう逃げ出しちゃって僕の防御力上昇の餌にしちゃいますね。でここは後出しの無敵つけてバンクバイスでしたっけね。でダムドバンクだ、そうそうそう。でこれやっていくみたいな。だって守りもしちゃうんで、キッドの場合だとこれがね、ローだとね、なかなか守りにくいんですよね。でもなんだかんだ体力かマックスでしょ。抜いちゃって回避使うでしょ。でもう通常ご利用してでしょ。本当に強いの。よろけ向こうもあって、通常攻撃遠距離で貫通で、しかも一発目でよろけるでしょ確か。たまらん。しかもこれ結構よろけやすいしね。アトラシの無敵スキルで大ダメージ与えてみたいな。やばくないこれ。無理やり抜くわ、旗守っちゃうわ、たまらんからね、はっきり言って。これはね、ちょっとゲーム崩壊とまでいかないですけど、アタッカーが守れなくなった。そのシャンクスでさえ、やっぱりもうカチカチに仕上がったら、全然ダメージ入れらんないし、まあ、上手い人やと分かんないですけど、通常3発目とかね、別にシャッて避けて、でまた握っちゃえばいいし、ダウンして起き上がってる最中に、起き上がる時のあの無敵のあの微妙な時間でね、できるじゃないですか。で、ここまでとこで無理やり抜くでしょ。終わってるからね、はっきり言って。これはね、完全に覇権を取った。もうどのキャラよりも強い。だって戦えてさ、守れてさ、回復してさ、カチカチでさ、旗抜けてさ、このキャラ超えられる？誰が。それを超えてくるのが、おそらく、ニカになるんでしょうけど。まあでも、それまではね、彼が多分もう、圧倒的に発揮を取ります。はい。という2試合目でございました。理不尽でしょ？さあ、ということで、やっていきましょうか。キッド&ローね、本当に強いですね。ストリームマッセージ。こんなにも、一強になると思わなかったですね。いや、間違いなく一強よ。このキャラは。本当にもう、止められないよ。アタッカー守られへんもん。攻めてきたら。どうやらせてもらって。あ、それ、使ってくれた。ナイス。ナイスシャンクス。からの、プランクベースすかしていく危ない。からの、ダムドパンク。技名出てこへんのよ。ごめんね。うぅ。オッケー、果たない。切り替わりだね、これ。からの。ナイス。ワン、ツー、スリー。オッケー。怖いのカムサリぐらい。いや、いや、無理だったか。シャンブルズしといて。いけ、ダムドパンク。届かんか。ここ。いけ、パンクプライス。最強。青属性で買っちゃうのよロジャーに。やばいでしょ。かけるぞ。行こう行こう。かけかけよう。追い打ちかけようよ。あ、一陣目が抜けてないんだよ。なんなら。そういう感じ？あー、無理だったか。ダムドパンカーが俺の。行け、パンクバイス。OK。ナイス、すかしていく。ジャス入って、で、シャンベスからの、危ない。ごめんね、パンクチャービルも出てこへんの。で、シャンクス、こんなもん。はい、勝ち。最強です。ちょ、もっと極めるわ。技を言う時のあれを。ごめんね。なんか、手抜いてるわけじゃないのよ、別に。手抜いてるわけじゃないんやけど、
なかなか出てこないですね。エリザベローもいいですね。僕ね、チャンスカードはね、このルフィでやらせてもらっても。はい、ということで、まあ、なかなかに活躍できますね。やっぱほら、もう敵もやっぱこれやし、結局、もう本当にこれゲーです。はい、ということで、超フェスキットアンドロイいかがだったでしょうか。これが理不尽な強さです。以上ですね。僕はね、やっぱりね、このね、防御マックスがめちゃくちゃいいと思いますよ。で、メダルはスキル回転型がいいっすね。まあ、ダッシュ速度、もういいんですけど、もうちょっとなんか煮詰めて考えていこうかなと思います。うん、やっぱスキル短縮でどんどん回していく、やっぱりスキルゲーなんで、圧倒的にこのキットアンドローはでも4つ持ってるんですから、やっぱそれはね、そこをふんだんに回すべきですね。で、それで防御マックス、いやー本当にね、このゾーン系もいいし、でグランドラインもやっぱね、青属性増えたんでめちゃくちゃいいですよ、これは。うん、これは最強編成だと思います、ね、今のところ。はい、まあ本当に覇権を取ったキャラです、はっきり言って。この青の超フェスのゲッターでね、まあ、本当に欲しい方はね、ぜひ引いていいと思います。ニカが来るとしても、これはそんな腐らないと思いますね。なんだかんで言ってもゲッターなんで、死ぬことは僕はないと思います。はい。なのでね、よかったらま、参考にしてみてください。ということで、今回ね、この辺で終わります。お相手は、千代田光輝でした。それでは皆さん、さよなら。